それでワンステージやっていただいたんですけど、その時に、思い出のピアスを、こんなのをやってるんだと思ってですね、それで早速斉藤さんにメールをして、じゃあ僕らピンクッションがライブに行ったらその時になんかやろうよ、でじゃあこれからお届けします思い出のピアスをやろうということになりました。それでは斉藤さんにピンクッションが思い出のピアス、思い出のピアス。